はい、どうも、ヒアリスです。どうも、カイノリスです。あの、今日なんですけども、はい、あの、この間ね、ちょっとあの、過去に発売されたスニーカーの、はい、まあ、あの、リクで出た情報にはなるんですけども、はい、ストック数のね、特集をやったんですけども、はい、そうですね。まあ、あの、今回その第2弾ということで、はい、まあ、今回はあの、ジョーダン縛りって言ったらいいんですね。はい、まあ、ジョーダンばっかりちょうど中心に。全部ね、はい、ジョーダン1ですね。あ、そうなんですね。はい、やっていこうかなと思っております。このチャンネルではスニーカーやファッションに関するリク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録のご存じでない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、あの、我々 Twitter と Instagram の方にやっておりますので、概要欄の方にリンクの方がありますので、気になる方はフォローの方よろしくお願いいたします。ぜひお願いします。はい。はい、じゃ早速なんですけども、ね、まあ、あの、一足目なんですけども、はい、トラビス・スコットと、はい、エアー・ジョーダン1ローの方ですね。はい。はい、これの、リバースモカ、はい。はい。そうなんですよね。まあ、これに関してはね、まだあの、発売はされてないんですよね。はい。はい。で、これに関しての少しだけお話させてもらいたいんですけど、うん、今のところね、ちょっと見てもらいたいんですけど、来年の春あたりに発売されるんじゃないかっていう情報が出てきました、ね。はい。はい。で、これプラス、もう一色ね、カラーが存在するっていうふうなリークが出てきてまして、はい。これプラスですね、もう一色ね、発売されるんじゃないかっていう情報があるんですけど、うん、まだ物は出てきないんですよね。そうなんですよね。はい。で、これ多分ないと思うんですけど、もしかしたらこのリバースモカの、これローなんですけど、まあ、ハイも一緒に発売されるんじゃないかっていうようなリークもあったんですけど、うん、まあ、今のところいろんな情報をまとめると、もう一足ローっていうような話になってるので、うん、まあ、ハイが出ることはおそらくないと思うんですけど、はいはいはい、で、これに関してなんですけど、そのね、うん、来年の春頃に発売されるんじゃないかって言われてる、このリバースモカなんですけど、はい、非常にね、ストック数が少ないみたいで、らしいですね。そうなんですよね。はい、今のところ出てきてるね、リーク出てきてストック数なんですけど、はい、1万足なんですよね。少ないですね。めっちゃ少ないですよね。これは買えない。はい、パターンですか。これが非常に少ないですよね、これね。そうですね。はい、1万足ってかなり少ないですけどね。まあ、買える気がしないですね。そうですよね。で、もう一色あるかもしれないということで、うん、まあ、そっちの方のストックもわかんないですし、うん、まあ、どういったカラーになるのかもね、ちょっとわかんないんですけど、はい、はい。もう少しね、多い数のストック数のね、リークが出てきたら、必ずこちらでご紹介したいなと思うんですけどね。さあ、今のところね、初めて見た、まあ、これリークになるんですけど、1万足ってなってましたね。少ないですね。はい。で、これについてね、ちょっと、まあ、すでに発売されているもので、まあ、リークのまとめを今からまたやっていきたいんですけど、はい。はい、まあ、トラビス・スコットとね、まあ、ジョーダンシリーズのつながりで、まあ、まずこの間発売されたと言いますが、夏頃に発売されているものになるんですけど、うん、はい。まあ、これですよね。はい。はい、フラグメントとトラビス・スコットの、コラボでのエア・ジョーダン1ハイオージーですね。そうですね。はい。はい、まあ、日本のスニーカーズの方でね、限定アクセスで発売されてね、普通に発売されなかったんですけど。そうですね。はい。こちらの方で、ね、一番5万足ってね、まあ、以前にもやらせてもらってるんですけど、うん、もう体感で言ったらそんな数もなかったかなと思うんですけど、ね。そうですよね。はい。はい、まあ、これは、発売前にもやらせてもらってリーグでも出してるんですけど、うん、まあ、世界で5万足でやったんじゃないかっていう話なんですよね、これね。はい。はい、で、これに続いて、で、まあ、あの、続いて、こちらのローのタイプ、ね、はい。あ、そうですね。はい。はい、まあ、僕らもね、これ買えなかったんですけど、はい、そうなんですね。こちらの方、5万5000足でできてるんですよ、ね。はい、はい。はい。これ割とね、日本で買えた方結構いらっしゃいましたよね。そうですね。はい。スニーカーで買えましたっていう方結構ね、コメントとかいただいてたんですけど、ちなみになんですけど、発売された後に、もうこれアメリカのね、まあ、US のスニーカーズで発売された数っていうのは大体ね、2万足ぐらいだったんじゃないかっていう話なんですよ。あ、そうなんですね。はい、まあ、これもリークでね、一応やらせてもらってるんですけど。うんうん、はい。まあ、でも、これもね、でも最初に出てきたリーク20万足やったんですよね、これね。そうなんです。めっちゃあるっていう話、ね。そうなんですよ。はい、で、そっからだんだん下がっていって、うん、まあ、5万足前後ぐらいの、まあ、リークで最後やらせてもらったと思うんですけど、はい。はい、まあ、こういった感じですかね、うん。はい。そうやって考えると、リバースモカーの方なんですけども、はい、1万足でめちゃめちゃ少ない、ね。めちゃめちゃ少ないですけどね。はい。これに関してはね、もうちょっとね、1万足以上のね、数字のリークができたらちょっとやりたいんですけど、僕自身も、これはちょっと少ないだろうと思ってるので、そうですよね。そうなんですよね。はい。またね、まだ、その最新の情報がね、出てきたら、はい。はい。こちらご紹介したいなと思うんですけど、はい。はい、で、続いてなんですけども、エアージョーダン1ハイオージーのクリムゾンティントです。そうですね。はい。はい、これ2019年の5月ぐらいに発売されたモデルで、はい。僕らでまだ、YouTube のチャンネルが解説してたんですけど、うん、これに関しては多分ね、オンラインチャレンジしてないですよね。あ、してなかったと思います。はい。多分ね、動画にもね、残してないはずなんですけど、うんうん、こちらの方がね、だいたい11万足やったんじゃないかっていうリビューでしたね。なるほど。はい。はい、今ね、これスニーカーの方で、アフターマーケットのね、現在の値段見てたんですけど、うん、
僕のサイズで大体ね、2万8000円が3万円ぐらいでしたね。あ、まあ、それの値段はついてるんですね。はい、まあ、2年ぐらい経ってるので、うん、まあ、ちょっとそのままかってるのかなっていう感じなんですけど。あんまりね、なんか出た当初人気ありそうな感じもなかった、ね。あ、そんな感じでしたよね、確かね。はい。やっぱり時間が経ってくると、はい、あの流通してる新品の、ね、そうですね。さすがに2年も経ってね、新品の状態でというとね、うん、やっぱり手に入りにくくなってくるので、うん、まあ、ちょっと値段も上がってくるかなっていう感じなんですけど。そうですね。はい。はい、で続いてなんですけども、これはまあ最近発売された部分になるんですけども、はい、エアジョーダン1ハイのプロトタイプ。あ、そうですね。はい。はい、これはね、ちょっと足首の部分をね、こう点線沿いに、まあ、まあ自分で切らないとダメなんですけど、はい。はい、まあローにもできるっていうのはさせてもらってたんですけど、うん、まあこれが9万足って来てましたよね。あ、来てましたね。まああの、これはそれなりに数あるんじゃないかなという感じでしたよね。はい。はい。はい、続いてなんですけども、はい、エアージョーダン1ハイの、ミッドナイトネイビーですね。そうですね。はい、COJP コンセプトジャパンの、はい、まあ、去年復刻したモデルなんですけど、はい、こちらの方が9万足で出てましたね。あ、そうだった、ね。これでも、ヒアレス買いましたもん。持ってますよ。実は今ここにあるんですよ。はい、ありますね。はい。ここに。そうなんですよね。ちょうどありますよ。はい、これ去年買えてるんですけど、はい、こちらの方はね、まあ、9万足ぐらいやったんじゃないかって、まあ、リークはリークなんですけど、はい。はい、あの、ついでにこれもあるんですけど。そうなんですよね。この間ね。ちょっとだけプチ開封のギリシャ時の。そうそうそう。まあ、そのままの状態になってるという、はい、いう感じなんですけど。はい。で、続いてなんですけども、これすごく期待が高まってるんですけども、はい、エアージョーダン1ハイの、パテントブレッドですね。そうですね。はい、こちらの方がね、12月の30日の発売予定で、うん、スニーカーズに来てたんですけど、はい、まさかのね、来年の1月15日と。延期になったと。そうなんですよね。はい。まあ、延期で言うと、これ、まあ、2回目の延期になるんですかね。そうですね。はい。で、こちらの方なんですけど、まあ、これ以前にもね、もう何回も言ってるんですけど、うん、トータルソックスの方が、まあ、13万足じゃないかということで、うん、はい。これね、これ以降ね、その、増えたり減ったりの数字のリークが出てきてないんですね。ああ、そうなんですか。はい。ずっと13万足で、まあ、リークで来ているので。まあ、早い段階でね、限定アクセスもあったので。そうなんですね。まあ、それなりに数はあるんじゃないかなと、想像はしちゃうんですけどもね。はい。まあ、以前にも話してるんですけど、先にね、限定アクセスでこれ手に入れられた方、羨ましいなっていうね。そうですよね。感じですよね。年内最後のオンラインチャレンジャーはこれになるかなと思ってたんですけど、うん、まあ、12月30日の発売が今のところスニーカーの方が消えてるので、うん、はい、1月15日になってるので、はい。まあ、来年のね、1月15日、はい、同じチャレンジしようかなと思ってるんですけど。そうですね。はい、これをね、あの、最初話として出てきたときは、はい、やっぱりあの、パテントということで、まあ、人選ぶのかなという感じもあったんですけど、はい、まあ、結構なんか時間が経つごとに見慣れてきたのが、結構やっぱり人気の方は高まってきてるような気がしますよね。そうですよね。やっぱりブレッドっていうね、カラーがあるんじゃないですかね。ああ、なるほどね。はい。まあ、ちょっとね、1月15日にね、オンラインチャレンジして、まあ、実物手に入れたいですよね。手に入れたいです。はい。はい、で、続いてなんですけども、はい、同じくあの、エアジョーダン1レトロオマージュ2ホームですね。そうですね。はい。こちらスニーカーズに発売されて、まあ、これはね、もともとナンバーリングが入ってありまして、うん、まあ、ジョーダンの23に、まあ、かけてじゃないですけど、はい、まあ、2300足っていうことで、うん、はい。で、ね、これ現在の値段の方を、ストック X とかで見てたんですけど、だいたい14万円ぐらいでしたね。結構なお値段になってますね。はい、これスニーカーとかも確か発売されたんですけど、うんうん、はい、日本のスニーカーで発売されてるんですけど、うん、はい、結構な値段ついてるなということで。まあこれが、はい、2300足だったということなんですね。はい。まあね、これについては、はい、半分にしたので、でね、半分はあのブレッドというか。そうなんですよ。はい。面白いデザインでしたよね。はい。持ってる人僕見たことないですけど。あ、僕見たことないですね。はい。はい、あの、最後になるんですけども、はい、今年の2月ぐらいでしたかね、はい、発売があった分になるんですけども、はい、トロフィールームのエアージョーダン1ハイ王子シカゴですね。そうですね。はい、まあ、先ほどのね、あの、オマージュの、まあ、続きじゃないですけど、まあ、ナンバリングが入っているということで、はい、まあ、これね、発売前はずっと言ってたんですけど、うん、まあ、1万2000足ということで、はい、はい、これね、一応ね、転送のね、サービス使ってやったんですけど、うん、当たらなかったですよね、これ。買えなかったね。そうですよね。これ、はい、US の11で、はい、だいたい24万ぐらいにね、今なっているのかな。これは今、ストック X のなんですよね。そうですね。はい。はい、まあ、ちょっとだけ下がってきてるんですかね。かもしれないですね。はい。はい、かっこいいすぐですけどね、これもね。そうですね。はい。はい、まあ、ちょっとだけね、トロフィールームと、まあ、ジョーダンとのコラボの話させてもらいたいんですけど、はい、今年発売予定っていうふうに一応リンクが出てきてたんですけど、エアジョーダン7になるのか、うん、エアジョーダン3になるのか、エアジョーダン4になるかわかんないんですけど、まあ、トロフィールームとね、ジョーダンブランドとのコラボで、まあ、発売するんじゃないかっていう話があるんですけど、うん、まだね、物は出てきてないですね。また同じ2月ぐらい出るんですかね。ああ、そうかもしれないですね。うん、はい。で、最近ちょっと延期が続いているので、はい、もしかしたらね、この、
あの、まあ、納期遅れてるのかもしれないんですけど。そうですね。はい、まあね、持ってる方はちょっとね、まあ、マーカス本人多分持ってると思うんですけど。そりゃそうでしょう、まあ。ちょっとね、何が出るかだけでもちょっと知りたいなと思うんですけど、ね、はあ、またこの辺情報が分かれば。はい。あの、今回ね、はい、エアージョーダン1シリーズを、あの、ソックスの方ね、はい、出させていただいたんですけども、またあの別のものでね、はい、まあ、例えばあの、ナイキダンクとか。ああ、そうですね。はい、あと、まあ、あの、コラボものとか、ね。ああ、そうですね。はい、まあ、あの、第3弾、第4弾と、まあ、シリーズ化してちょっと動画やっていけたらなと思いますので、はい、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。カイノミでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.